なんでこんな時に。何よ、ご飯食べてないの？詰めすぎて忘れてた。ちょっと冷蔵庫見ていい？何か作ってあげる、食べれるもの。え？作るって？水原の手料理？何よこの冷蔵庫、何も入ってないじゃない。平気平気。こんなにも自分の怠け癖を恨む日が来るとは。ごまかし。はい。誰か来るといけないから下で。何なんだこの空間は。できた。でもスプーンが。指貸して。はい、はい、おいしい。あ、まあ、よかったら一緒に行かない？まことでござるか。地層になった上、一緒にかくなる上は精一杯。構わないですよね、トウヤさん。ああ、それは別にいいんだけど。決まりね。食費、大丈夫かな。ファーストフード界のロミオとジュリアット。頭の打ちどころでも悪かったか。救急車を呼んだ方がいいようだな。私の身を案じてくれているのですね。どんな術をもってしてもこの恋の病は治すのです。どうやら警察の方がいいみたいだ。これが打点というわけ。なんという完備の薄気。いや、趁这段时间。早上好。刚打扫干净。对不起，阿斯。我说过多少次了，不准叫我阿斯。你怎么了？没怎么。啊，那都鬼！大丈夫ですか？ダメダメ、そういうのダメ。今耐えられるあれがあれしてるから。見ちゃダメだ。すぐにここを去らねば。すぐ先です。結婚してください。はい。いい、うん、若様、これツイーゲで見つけたお料理です。いい匂い。これはアーンの好機では。うん、味が濃くて美味しいよ。野生的なところも素敵です。どうぞ。アスタの服じゃない。着てるものがボロボロだったから貸してやったんだ。どういう状況よそれ。っていうか、なんで一緒にいんのよ。アスタの体好きにしていいって約束してるんだ。好きに。もう言ってない。ちゃんと麻酔かけるからさ。おい、何してんの。回復の邪魔ですので離れてください。もう回復終わってるじゃん。貸したの。バカ。これがプラン設定画面。ダメだ。レンカノの時の方が距離は近いくらいだけど、プライベートな空間だけあってそっちにばっかり意識が。いつもと違う洗濯物の香りも、リップだけの唇も。いろいろ大変なのね。五感全てで俺を刺激してくる。マジ兵器、大男性理性破壊兵器。